まさかの波平カトゥーンに加入した。マジか波平。選抜理由はギリギリ生きてるから。そういうこと。ダンスのキレがいい、ラップも歌ってる。やるな波平。ルールルルルルカトゥーンの全盛期。いやすごいな、まさか頭だけでなくカトゥーンもまた輝かせるとは。王様ゲームに波平挑戦だ。何やってんだあんた。2番と5番が抱き合って熱いキス。楽しい展開。波平なんと2番ガッツポーズをする。わほい。相手は誰だろうな。5番はアナゴさん。地獄。波平の頭蓋骨を割ってみたら。なんでそんなことすんの。中から新しい波平が出てきた。マトリョーシカ的な。割っても割ってもどんどん出てくる1センチの波平。だいぶちっちゃくなったな。だからなんでそんなことすんの。低反発の枕を買ってみた。波平が使うと枕がもう反発。なんで。体が飛ばされる。屋根を突き破る。どんな勢いだよ。ルールルルルルー大気圏突入。もうロケットだよ。波平と船が始めたカップル YouTuber。 ちょマジか。最初の動画は離婚してみた。出落ち。慰謝料払ってみた。養育費払ってみた。これカップル YouTuber なん。ルールルルルルー泣いてみた。おせえよ。券売機に1万円入れた後、波平カツオに好きなのを押しなさい。醤油ラーメンかな、豚骨もいいな、やっぱこれがいいな。返却ボタン。1万円ゲット。頭いいなカツオ。初詣に波平聞いてみたよ。おみくじ引いたら3日後に死にます。そんなおみくじある。もう一回引いても3日後に死にます。2回連続ダメ元。もう1回じゃあもう今日死にます。じゃあって何。